日本の歌手、ダンサー、作詞家、作曲家。マイティ名義でも活動している、東京都出身。身長165センチメートル、血液型大型。1983年3月26日、東京生まれ、アーティスト集団、東京ギャギャゲーゲゲのリーダー。五歳頃、正月に親戚が集まった際に、母の服を着て、 中森明菜や中山美穂の曲で歌って踊ったことが最初のショーとなる。その後、自らの希望で近所にあった日本舞踊を習うが、お囃子の方にのめり込んで10年くらいある。踊りを見てもらい、おひねりをもらう、ショーガールになりたかったのではないかと、本人はインタビューで答えている。育った立川市にはかつて、アメリカ空軍立川基地があったことから、黒人の経営する。 ヒップホップの店もあった。そういった店でのダンスは不良の遊びというような風潮もあり、入店することはなかったが、中学生のマキがストリートダンスを意識するきっかけとなった。やがてマイケル・ジャクソンやジャネット・ジャクソンの音楽を聴き、真似するようにヒップホップを自宅や夜の屋上などでこっそり踊るようになる。19歳の時に音楽レーベル リズメディアのオーディションでグランプリを獲得。その後、メジャーデビューを目指すが、セクシャルマイノーリティである自身との乖離に悩み断念。歌を封印し、ストリートダンサーとして、独学で活動を始める。2005年頃、舞子と知り合い東京キッズを立ち上げる。この頃、自身がゲイであるとカミングアウト。東京キッズのショーはだんだんと奇抜になり、初期メンバー5人だったのが、 ついていけないと、最終的には、舞子と二人になり、東京キッズは活動休止になる。なお、辞めたメンバーは後に、S.T. キングスを立ち上げ、ストリートダンスシーンで活躍することになる。2013年、マキが講師をしていた、ダンススタジオの教え子を集めて、東京ゲゲゲを結成。東京ゲゲゲは、ダンスコンテストダンスヒーローで、 歴代最高得点を出して5代目ダンスヒーローの座を獲得する。2016年、加藤ミリアに、あなたは絶対に歌った方がいいと言われ、楽曲、女神の光でフィーチャリングした。以降、個人や東京ゲゲゲでの歌手活動を本格的に開始している。ありがとうございます。